いやー、久保さん。展開が素晴らしいですね。乱暴出てきちゃいましたね。<laughs> ま、今回ね、勝たなきゃゴミにしましょうか。手取り14万の人、勝たなきゃゴミ、みたいなね。もう、カイジのね、あの、勝たなきゃゴミだみたいなお前ら負け続けてここで勝たなくて、いつ勝つんだゴミだみたいなね。<laughs> めっちゃ好きなんですけど。あのー、なんだろうな。お金を稼ぐビジネスをしていくっていうのは、 まあその戦争なわけですよ。久保さんもライバルになるし、僕は塾生さんもライバルになるし、うん、仲良しごっこじゃないんですよ。お金の奪い合いです。言葉が汚くするとね。お金の奪い合いですよ。ライバルとのしのぎを削るわけですよ。でそこでやった、YouTuber もそうですよね。いかに再生されるのか、いかにどんな企画、面白い企画してどういうふうにやっていくのかっていう。だ竹原さんとかもね。 スタッフさんがね、柴田さんと組んだらちょっと伸びそうなんで、みたいな感じでね、しのぎを削ってね、あの、こう、なんかオファーしたりとか、なんかいろいろやっていくわけじゃないですか。ね。だって、まあ、ちょっと冷静に考えてみるとね、もちろん柴田さんっていうのはこの、去年ね、来陣出て、ちょっと勝っ,た勝ったりとかね、してね、なんか、あの、バズった部分あるんだけども、世界チャンピオンですよ、竹原さん。<laughs> 世界チャンピオンとね、 なんかまあ、まあ、y o u t u ー e というかね。うんまあ竹花さんのステージレベル世界を取った男から見るとすごくないわけですよ。まあもちろん年齢は言ってるけれどもね。うんまあそれでもまあ挑戦するというか、まあ、やってね、まあ、いろんなことやってね今があるわけなんですけどうんなんか、まあ、あの試合でも言ってましたよね。その1試合でも言ってたというか なんか、まあ、柴田さんも言ってましたね、柴田さんもなんか、あの竹穴さんの,この、ここにパン目にパンチ入って、竹穴さんが目が当たったみたいな。で、柴田さんが、いや、ま、マジの試合なんだよみたいな。そう、マジの試合に、その、なんだ、遠慮いらないというか、うーん、そう。だから、あの竹穴さんが最後ね、いや、俺まだいけたよ、みたいなえん。なんでそんなところで気使うんだよ、みたいな。あ <laughs> の 逃走心ですよね50歳になってあの負けん気はね、そんなとこで気使わないいらねえんだよ、みたいなね。あれがま、まじで竹原の本音だと思うんですけど、俺はまだいけたみたいな。まだいけたいと、みたいなね。いや、すごいですよね。うん。でも、あの、その人生を変えたいんだったら、勝っていかないといけないんですよ。本当にその通りで。うん。仲良しごっこじゃないので。 神様がいてね、神様はお金恵んでくれるわけじゃないんですよ。そう。自分で稼ぎに行かないといけないし、自分が行動しないといけないし、だから、センスがあろうがなかろうが、運があろうがなかろうが、勝たなきゃダメなんですよ。この、この物語で。アクション映画だとするじゃないですか。ね。あの、自分の人生の物語がアクション映画だとします。ね。 勝たななきゃいけないいけんですよ強い敵にその強い敵っていうのが自分自身が敵になる時もあるし他者がライバルの会社が敵になることもあるしライバルの人があ敵になるかもしれないし裏切りもあるだろうし、まあ、いろんな出会いもあるだろうしでも勝たなきゃいけないんですよ、ね、もしあなたがねドラクエのゲームをしていてねいや別に私はあの人生この街で まあ、ひ、ひ、こっそり、生きてればいいんです、みたいなね。もうこの中で十分ですっていうことだと別にいいんですよ。ただし、あの、となんか、他の人を見てね、羨ましいなとか、あんな生活したいなとか、あんな車に乗りたいなとかね、あんな飯食ってみたいなとかね、スーパーに行った時にね、あ、こんなの買ってみたいなとかね、でもお金がないから買えないとか、それを言うんだったら、それを願うんだったら、勝たなきゃダメですよ。 願わないんだったらね。いや、私これでいいのって幸せ OK です。うん。もう許容範囲。自分の許容範囲でいいじゃないですか。手取り14万でいいじゃないですか。それで幸せを感じれて、それで充実して、それで最高の人生が送れる。と思ってるんだったら、それはそれでいいんですよ。ただし、他者を見る。他の人を見て羨ましいと思うんだったら、あなたが行動してやれば、それは、 手に入れられる可能性は出るわけですよ。でも、指くわえてね、何も行動しなかったら、何も可能性は生まれないですよ。うん。まあ、久保さんが言ってた通り、センスはあった方がもちろんいいかもしれないけど、うん、なんだろうな。まあ、僕はセンスあるかっていうと、僕はね、センス、どちらかというと、なかったんで。うん。だって、センスあったら15年もやってないでしょ。正直。 どうあがいてもセンスないと思いますよ、うん。僕はだからセンスがなくてもここに行った行けた自力で行けたっていうねだからこそ伝えたいですよね関係ないよと全部関係ないともう何も関係ないと一番関係あるのは自分がどうしたいか自分がどんな人生を送りたいのか それだけだと。関係があるものがするとだ,だから自分の人生の物語、映画をどうしたいのか、どういうストーリーにしたいのか、それだけじゃないですか。うん、何,何かがないからできないではなく、それを手に入れに行けばいいんですよ。うんはいまあ、勝たなきゃゴミだということでございますね。まあ、しょうがないですよね。これは資本社会主義ですから。だって、 スーパー行ったら値札ついてるんで、そのスーパーの中でも戦争してるんですよ。俺の買ってくれとかね。俺は高いけどうまいぜみたいなね。まあそのものはね、言葉で表現できないんで言わない、まあセリフはないけども。もうん、競争してるじゃないですか。コンビニ行っても競争ですよ。価格競争だったり、おいしさの競争だったりとか。で、消費者に取ってもらうために、こうなんかいろいろやってるわけじゃないですか。全部競争ですよ。それはしょうがないですよね。 でその競争の社会が嫌なんだったら、無人島で暮らすとかね、なんかそういうのをするしかないですよ、うん。もしくはまあ考え方変えるというかね。うん、なんかね、あのー、なんか島に、ね、移住したな、なんかの島があって、もうそこは冷蔵庫全くないらしいんですよ。でその日本人がそこに移住して、そ,のそれがなんかインタビューって言ってたんですけど、この島は、ね、冷蔵庫がなくて。 あの何もないと。電気も何もないと。本当にその暗くなったら寝る。であの魚をお腹空すいたら魚を取りに行って。であのその場で食べる。だから冷蔵庫いらないというかまああった方がいいかもしれないけど別にそういう生活が成り立ってると。だからこれが私の生き方としてはすごくいいですみたいな女性の方がねなんかインタビューで受けてたんですけどあこういう生き方もあるんだなみたいな。でも僕は それはきついので、冷蔵庫あったほうがいいし、うん。で、冷蔵庫があったほうがいいと思うんだったら、冷蔵庫買わないといけないしね。うん。だから、そういう生き方もあるんでしょ、実際。だって、僕、見ましたから、なんか島に、もう本当にどっか海外の島なんですけど、冷蔵庫がないみたいな。うん。だからそそ、そう、そう行けばいいじゃないですか。それを求めるんだったらね。まあ、それも結局、自分の選択次第ですから。うん。 結局、まあ、なんだろうな、自分の人生は自分次第ってことですよね。うん、だからその何かのせいにするのは簡単だけども、うん、その簡単なことを,を続けて、なんか人生良かったなと思えるのかなっていう。あいつが悪い、コロナが悪い、私はこうだからだめだ、こうだからだめだ。 っていう人生を送って死ぬ時になんかいい思い出できんのかなと少なくても挑戦したあのダメだったとしても全力でやったっていう何かがあればそれは死ぬ時の宝物になるんじゃないかなと思いますけどね何も挑戦しない何もやらないうーん何も考えてないぼーっと生きているそれで死ぬ時にうんなんかやりやったなと命燃やしたな魂燃やしたな なななんんんかかそううはは感じじるのは難しいんじゃないゃと思うんですよねだ生,き方生き方というよりかは、僕はね、死に方だと思うんですよ。死ぬときどう死ねるかっていう。これね、結構深いんですけど、<laughs> どう生きるかより、どう死ねるかっていう。うん、最後、最終決どう自分が死ねるか、自分の人生に満足できて死ねるか、死んでないかっていう、こ結構ファクター的には大きいと思うんですけどね。はい、いってらっしゃい。